頼む、マジ来てくれ、マジで来てくれ、 S ランク業界一回も引いてないんだまだ、 S ランク業界ガチャで頼む、マジ頼む、来い来い頼む、ぬどうも皆さん、薬指が長いでおなじみボンドです。今日妖怪ウォッチ2パート16かな、やっていこうかと思います。今日は慶三の昔の友達に会って石化取るよっていう話なんですけど、どっから行こうかな、九段から行こうかな。何九段って、カッパと人間わかるけど九段知らねえんだけど俺。九段のところに会いに行こうと思うんで、一旦そこまでカット。ハゲすぎじゃない、さすがに。こんなにハゲなことある？いや、ハゲだな、ハゲにしてもハゲだな、ハゲすぎるな、ごめん、こんな失礼なこと言って。やったー、一番欲しかったこれ。何この臭みの、じゃ、登れないって。ここだな、お前のこと言ってんのかな、これのこと。クソハゲじじいか。何、珍しい石を探しとるって。おお、だったら九段石はどうじゃ。九段石、ああ、わしが子供の頃からこのお寺にある牛みたいな形をした石じゃ。もしかしたらその石九段かもしれませんね。じゃあガチーと来るのが遅かったの、その石は今ここにはないんじゃ。え、どういうこと。バチ当たりなバカ者がここから持ち出して生きおったんじゃ。それじゃあどこに行ったかわからないの。いや、場所は分かっとる。見つけてくれた方からの連絡があっての。最近、桜ニュータウンにできた、桜エクセレントツリーとかいう高い塔じゃ。なんでそんなところに？わからん。その謎を解けずに、みんな頭を抱えておるんじゃ。あそこまで運ぶのも一苦労だったろうに、全く困ったいたずらじゃわい。高い塔は桜木駅の近くにあるそうじゃ。電車でも使ったんかの？ボンドローヌくん手がかりです。桜エクセレントツリー行きましょう。ふん！おじいさん、ありがとう！何、桜エクセレントツリーって。いくらなんでもわかんなすぎるんだけど。そんな高い塔だったら俺知ってるはずなのに全然知らないんだけど。そんなことある？ハゲてるなお前、いつまでハゲてる。ってことで、電車乗るの大変なんで金かかるしね。運外今日を使って桜ニュータウンまで行こうと思います。どうやって行くんだっけ桜ニュータウン。ああ、バーバーの家から行けばいいんだ。バーバーって言うね。うわー疲れちゃった。なんつったっけ、桜ニュータウンの、なんとかの通ったどこが一番近いんだろう。わかんないが、とりあえず小豚銀行でいいか。あ、小豚銀行で思い出したけど、俺、コインゲットしたの、そういえば。このパートの終わりにでも、コイン、引こうかな。ガチャ。え、どこ行けばいいのこれ。あっちかー。ちょっと行ってきまーす。この辺か？あ？え？カンチさんいるんだけど。なんでカンチがいいの？あ、ボンドロンドちゃん、ボンドロンドも電車？そういうわけじゃないけど、館長はどこか行くの？いや、さっきまで桜中央シティまで行っててさ。カメカメラで新作ゲームを買ったんだよね。んで、その帰り。え、何を買ったの？いろいろあるよ。あれと、あれと、5本ぐらい買ったかな。AV みたいな言い方するんだ、お前。そんなに？あ、ちょうどクマでも誘って夜ゲームやろうかと思ったんだけど、クマこれ。俺、クマ痩せたね。だいぶ痩せたね。ボンドロンドもうち来る？好きなゲームもあるかもよ。いや、違うのかい。ちょ、まだね。クマが来たけど。一旦桜中央駅まで行って、そこから中央線に乗り換えるか。タイミングよく快速の電車が来ればいいんだけどな。なんで俺に言うんだよ、それ。あ、駅乗れってこと？ちょっと待って、たまたま。駅だ、高いから、運河駅を探してきます。ダメだったら桜木駅に降りなきゃいけないらしい。なんだよ、乗んなきゃいけないじゃねえか、じゃあ。いや、びっくりした。うわ、向かいにババアいる。これ乗ればいいのか。オッケー。あ、いっぱい乗ってんの、意外と。なんか来たよ、またお前、お前、ティーバックかよ、もう履いてんの。ティーバックって言わねえか、これ。ふんどしって言うのか。ティーバックとふんどしの区別ぐらいつけろってな。なんか来ちゃった。つまみ、ぐいのすけ来ちゃった。俺、こいつ好きなんだよな、でも。つまみ、むきのすけ。つまみぐいのすけの名前は、前回はチンポムキノスケって名前にしてたんだよね。方形だろうから絶対。はい、こいつの名前はチソポムキノスケでいこう。結局こいつの名前はチソポムキノスケだ。絶対こんなちっちゃい子方形だからさ、チソポを向いて向いて大人チンポにしていこうねっていう、そういう思いも込めてね。きたー、でけー、桜エクセレントツリー来た、初めて来たここ。いや、でかい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 。でかすぎる、さすがに。うわ、マジか、こんなとこあるんだ。うわ、楽しみ。すごっ。
うわマジかよ、すごい桜エクセレントツリー、こんなんあるんだ。妖怪ウォッチ2すごいな。うわでけえ、まずこれね。よわ、なんださっきのリアクション。いやすっげえ、なになに、うわあなんかいるじゃない。え、お前人気ねえな全然。なんか子供エクセレントくん、あはははは、は変な顔。俺に言ってねえよな今。エクセレントくんの顔が変な顔ってことだよね。あ、いや俺じゃないよね。俺だったらぶん殴る、エクセレントくん。うわエクセレント。あ、いた。これでかいね。よーし、入っていくか、とりあえず。入っていかないとわかんないもんな。うわエクセレントくん何体もいるじゃん。え、登るってことでいいのかな。え、え、階段使うの？お前もしかして。エレベーター点検。おや、お前に喋ってんだけど俺。ちょ、ちょ、ちょ、ちょ。え、上のからの展望台に行きたいって。あー、ダメダメ。今、このエレベーターは点検中なんだから。それっていつ頃終わるんですか？うん、どうだろう。え？実はこの3つのエレベーターのどれから点検すれば早く終わるかで迷っててさ。左から手をつけるべきか、はたまた右か、真ん中か。今は答えが出せないな。とりあえずは、何言ってんのこいつ。何それ、ちょっと保留ってどういうこと？その辺じゃ今もできないかな。保留で。どうも様子がおかしいですね。妖怪ウォッチで少し調べてみましょうか。全部妖怪のせいにしちゃっても。え、このデブ？お？何これ、何これ、でかっ。え、スイ君みたいのいない？何これ、うわ、は、よ、え、ドラゴンこれ。うお、保留。おや、見つかってしまったか。ウィスパー、こいつなんて言う妖怪？え、ちょっとお待ちよ。あれですよ。あれ、あれ。そう、え、動いてんじゃん。エレベーターめっちゃ。そう、この妖怪は保留。何事もすぐ決断できず、保留、先送りにしてしまう竜の妖怪です。妖怪不祥じゃんけんでいうところの、夏休み、宿題するのを保留にしていたら、最後の日が恐ろしいことに、です。エレベーターの点検が終わらないのは、保留、君の仕業なんだね。正解というか不正解というか、今は答えられんの。とりあえず、保留で、ドラゴンとかいうかっこいいのにさ、何それ、ちょっとあなた人様のご迷惑だから、ささっと道をお開けなさいよ。考えとくわい。でも今は、とりあえず保留で、向きも話になりませんね。こうなったら力づくで通りしましょう。え、そのバトルも保留にしたいの。ちゃんとしてくれると。優しいじじいだな。あ、分かった。よっしゃー。気づきは勝ってたわ。おお。やりましたね。これで点検作業の方も進みそうです。エレベーターへ戻ってみましょう。ごめんな、お前のせいにして。ちょ、お前。オッケー。エレベーター、ちょ、な、どうやって反応させんの？よし。あのエレベーターの点検って、あとどれくらいかかりそうですか？点検？あ、それならもう、おい、四五でき。え、早っ。点検してみると意外と簡単な作業でね。ほんと、どのエレベーターから点検するかで悩んでいたのがバカみたいだよ。なんだかな。まあ、結果はウォーライということで、九段を探しに上野街へ行きましょう。はーい。何階まで行けんのかな、これ。おお、いっぱい乗ってる。ヒゲ生えてるみたいだな、ボントロンド君。おお、動いて、あ、なんだ、動けるんだ、これ。びっくりした。来たー。九段。九段ってどんな妖怪なんだろうな。これか。ちょ、遠い、もっとフォーカスしてくんない？これ。もっとフォーカスしてよ。ん？何これ？ふふふ、ここ私にお任せあれ、席が溶ける。これ毎回すんのだるいな。そろそろ。はい。え、どんな妖怪これ？九段って。全然わかんないんだけど。名前からは。ああ？豚？何これ？ん？女の子？お下げ？あ、豚だ！九段の呪いだときは元の姿に戻った。うっ、これが石化時計の実力です。いいね。雲動くの早ー。風が吹いてんな、結構。うわぁ、牛だ。もう、君たちが来るのをずっと待っていた、もう。え、我々を待っていた、どういうことですか？僕には予知能力があるから、君たちが来ることも知っていたんだ、もう。ここまで来たのは、ケイゾを助けるためだ、もう。うん、だったら話が早いや。よろしくね、九段。こちらこそよろしくだ、もう。いやー、話が早くていいね。助かるわ。牛？九段？九段？九段？意外とブスな声だった。ブスな声とか言うなよ。
どうしよう名前。もう牛って言ったらさ、パルシステーム、パル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 システームしか出てこなかったから、こいつの名前はパルシステムです。何のひねらなくてごめん。パルシステムの情報を妖怪大辞典に登録した。ナイス、いいね。お、しかし、なぜ九段は獣本村からこのところまで運ばれてきたんでしょうね。もう何言ってる、もう、こりゃ自分で来たんだもん。すごいお前。この塔のことをコマさんっていう旅の妖怪から教えてもらったんだもん。桜ニュータウンって街には、モンケー高い塔があるずらーって。にゃ、でも九段は呪いで石にされてるんじゃなかったにゃん。うん、でも近頃は呪いも溶けてきて、少しの間だけなら自由に動けたんだもん。でもさ、この塔まで来た時に力を使いすぎたせいか石になっちゃって。君たちが来るのも知っていたから、休むついでにここで待っていたんだもん。そうなんだ。それじゃあ僕の力がいるときはいつでも呼んでくれたもん。ふう、随分と遠回りになってしまいましたが、とにかく九段が無事でよかったですね。ナイス。いい妖怪だな、パルシステム。ウィス。よん。来た、頼む、マジ頼む。リュウ君。よわ、当たりが来ないよ。どう考えても。なんでこんな来ない当たり。当たりじゃねえ、大当たり。と走るな、お前危ないから。つうわけで、妖怪ウォッチじゃねえや。怖ー。いや、怖ー、ここ。妖怪ウォッチじゃねえや。なんだっけ。あと、次の、昔の妖怪を、助けていこうと思います。あ、よろずマートあるじゃない。買い物していこうぜ。大したもんないんかい。なんだ、お土産的なのないの、ここには。こっちか、お土産は。いらっしゃいませ。エクセレント軍グッズ隠しとお土産を取り揃えております。え、じゃあ買わせろよ。お姉さん、ちょっと、話聞かせて、お姉さんの。お姉さん、じゃ次は発見、カッパって行こうと思います。カッパはさすがにあれだよな。オッケー。つうわけで、カッパんとこまでは獣本村っぽいから、運がいい今日で行っちゃおうか。こっちだな。おぉこいつかと思ったけど、こっちだよな、さすがに。同じ場所にいいんじゃねえよ、ノーカッパ。紛らわしいな。かっけえな、こっちのカッパは。あ、もうここも、ここもカット、ここカット。うお、来た。解けたね、やっと。カッパだ、ガチのカッパだ。はい。もういいよ、何でもお任せあれ。いや、もういい。落ちろ。ああ、落ちなかったか。ん、なんだお前ら、見かけねえ顔だな。お初にお目にかかるっす、カッパ先輩。私、ウィスパーと申します。以後、お見知りおきよっす。クソ後輩だな。立ち回りが。なんでウィスパーは古典妖怪の前だといつもあんな感じになるにゃん。先輩、実はっすね。というわけなんすよ。一緒に来ていただけないっすか？なんかダメそう。なるほどな。事情は分かったぜ。ねえ、カッパ、ケイトを助けるために一緒に来てくれないかな。いいぜ！と言いたいところだが、一つ条件がある。俺と勝負ね。あ、もう任せろ。負けるか、お前なんかに。チンコバトル？え、チンコバトルすんの？いや、カッパとチンチン、チンチンバトルすんの？飲んだくれじゃねえか。お前かっこいいな。お前、俺パーティーに入れよ、これ。久々のキシキシ D 踏みを百列入球。行ってくれ。倒しちゃってもいいけど。まあ、倒れないよね。強すぎ。いや、回復押せ、ちょっと。一テンポ押せ。それやめてって。その滝。水のないところでこれほどの水筒をやめてって。ババアが強すぎる。ババアの回復マジ強え。よいしょー。いつ死にますのこの子。よっしゃー。普通に死んだけど一人。一番主人公死んだけど。まあいいや。勝ったから。強えな、カッパさん。一番強いわ。今まで戦った中で。あの、でか骸骨より強かった。へっ、負けたぜ。約束通りお前らに力を貸してやるよ。よっしゃー。ありがとう、カッパ。それじゃあ俺たちの友情の証にこいつを渡しておくぜ。よいしょー。こいつかっけえイケメンだな。なんて名前つけようかな。かっけえこいつマジで。カッパ！おお、カッパ！カッパ！え、こいつマジかっこいい。どうしよう、カッパの名前。はい、こいつの右手がしこってるように見えるから、こいつの名前は鬼事故りで。鬼事故りしてるから、こいつ。人前で鬼事故りすんなよなっていう。いい名前だろ、鬼事故り。
頼むぞ。鬼事故に絶対強いって。ランク C まである、ランク B まである、ランク A まである。いいぞ。なんか進化しそうだしね、こいつ。鬼事故り、激事故りに進化しそうだもんな。いいぞ。困ったことがあればいつでも呼んでくれよな。待ってるぜ。あっち。まさかカッパ先輩とお友達になれるとは、食う感激ですね。俺だけどな、友達になったのは。よっしゃ、でかいぞこれ。お見事。やよ、ここでルビスかよ。お前かよ、マジ期待値低いこいつ。ほらよし、この雑魚カッパ置いといて、実はね、みんなに見てほしいんですけれど、クエストあと1個残したところで、コインをね、3枚ほど持ってんのよ。引こうぜ。ちょっと今日は。ってことで、一回、大森山に行こうかい。行こうかい。はい、大森神社に着いたんだけど、一回鬼事故りとか見てもいい？鬼事故りランク A？ あ、強っ！マジかよ！絶対入れるわ、こいつ。威圧感。敵味方全員がサボらなくなる。鬼事故り強っ！カッパパー！いや、鬼事故りパーティー入りです。セブンスター下げて鬼事故り入れます。マジかよ。おいおいおい。それはえぐいで。鬼事故りパイセン、さすがに前に行こう。こうでいくか。鬼事故り、ふみお、清盛。この夫人に、横にババア。いや、こうだな。鬼事故り、ふみお、綾野こう Z で、後ろにこいつらが待ち構えてるって感じでしょ。いいね。いや、鬼事故りマジ強い。いや、違う違う違う。てなわけで、なんかゲットしたし、土のこの玉。あれ、まだ何か落ちてる。いやー、よっしゃー、やったやったやった。これで引けってこと？土のこさん。いや、引きますわ。黄色いコインで引くわ。頼む。いい妖怪出てくれ。はい。これだ。いける、マジいける。マジいける。これなんか、来てる流れが。S ランク妖怪、S ランク妖怪でしかも可愛いやつ。可愛い S ランク妖怪。それしか求めない、正直。頼む。来い来い。黒い玉、黒い玉か金の玉、どっちか。ぐえ、待って、マジ頼む。やだよこれ。もうこれお寺の裏にいるやつじゃん、続かなそう。もうこんなにいらないことあるってぐらいいらない。ちょっと待って。こいつは続かなそうじゃなくて、いらないようだ。お前いらねえ、すまんけど。ちょっとガチャコイン1日1回って言ったんだけど、もう1回引いていい？続かなそう、さすがに終わってる。ここで来るのが、暖かい気配なんだよね。暖かい気配なんだよね。頼む、マジ来てくれ。マジで来てくれ、S ランク妖怪。一回も引いてないんだ、まだ S ランク妖怪。ガチャで。頼む、マジ頼む。来い。来い、頼む。ぬぅぅぅぅぅなんだよこれ、本当に。いらない、一番いらない、頭にうんこ乗せてるガキ。一番いらない。え、この世の中で一番いらないこいつ。何こお前。いらな、持ってるしね、ちなみに。はい、こいつ頭にうんこ乗せてるから、クソ乗りヘッドで。どうでもいいわ、クソ乗りヘッドは。なんだよ。マジいらねえ。本当にいらない。いや、もう一回引いていい？ごめん、ごめん、お願い、お願い、お願いします。許してください。神様を許してください。あと一回だけ引かせてください。頼みます。お願いします。あと一回だけ引かせてください。お願いします。で、出してください。スランクよく俺見ない。見ない。俺もう見ない。見ない。見ない。見てない。だ、このクソなオチ。ってことで、泣いたんで、もうこれで終わりにしたいと思います。妖怪ウォッチ2パート16、ありがとうございました。さようなら。